アーチャンファンの皆さん、こんにちは。本日はフォーカス M シーズン6第81回戦、82回戦の模様をお届けしております。実況のえりかわまいこです。どうぞよろしくお願いします。そして本日の解説は藤島健次郎プロが務めます。藤島さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備が整ったようです。フォーカス M シーズン6第82回戦東杯の開始です。なおルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルールで行われます。それでは82回戦、ちいちゃから瀬戸熊、なんちゃ山秋、シャーチャ山田、ペーチャ泉の並びでスタートしております。ドラはトンです。81回戦は山田が大きく大きく上がり、ポイントを伸ばしてきましたね。プラス、そうですね、はい、本当にハイパイもまずまず、いつもも順調って曲が目立ちましたよね。そうですね、うん、かわしても打点があるみたいな感じでしたもんね。プラス 227.4 ポイントになって、これで藤島さんの後ろ4着につけたことになりますがただもう1回戦ありますからね。初が統一です。後継形も良くなってきています。ドラはトーン、どこですか。はい、少し悩みましたが、泉がすでにペー茶でペーを仕掛けました。ね、これはね、ドラ表示にペーがいることで強制的に泣きになっちゃったんで、これはね、周りからも打点が読みづらいケースですよね。なるほど。1泣きなのか2泣きなのかで判断することが多いんですけど、はい、これは強制2泣きなんで、安いのか高いのかわからない。うん、さあ、これで埋まってのいいシャンテン、実際打点はついてない状況ですか。ドラが来ちゃった。まあ、これはちょっと足かせですね。ちょっと統一カンパソ払いですね。形でしたが、ウーマン、これで一歩前進、これでポン点が入るか、入らない。ポンしなかったね、泉さんね。はい、これは打点が安いっていうことで受け駒を確保したいっていうのがありますね。これで、そうですね、ナンはポンしないけどウーピンはポンするってやつですね。なるほどなるほど。ナンは安牌として切りたくないからってことですね。これは自分の手が安いので、ね、攻められた時にやっぱナンを受け駒で使いたいっていうことですよね。さあ、そうこうしているうちに泉が転牌、スッチーマンマジ。役はペーのみですが、一気に流されてしまうのか。数万がすでに山にはない。チーマンが山田に1枚、山脇に1枚。あ、山田さんチーマン危ないな。白重なることで縦の手になるで、はい、そうするともうマンズ周りがもういらない。あと瀬戸さんが2案子目、これあるね。はい、ありますね。あるね。山脇もこれでまた進んできましたね。これでチーマンになっちゃうかな。シャアからか、まだシャア。チーマンは残り2枚山。あ、カンかな、これはカンだ。さあ、ウーピンをカンしました。シンドラはイーマン。現在泉が転牌中です。スチーマン待ち。このチーマンが、チーマンは自信で切ってる。はい、結構、はい、ウーピンがポンだったことでね、その高いケースも想定して周りは打ってる状況ですよね。うん、なるほど。そうですね、ドラがない人から見たら別にドラドラでね、マンズの両面かもとか思う時もあるし、まあ、赤見えてるからドラドラだったらトントンって持たれてたら、まあ、マンガンからなんで。そうですよね、ちょうどよく瀬戸熊に1枚、2人からもトンが見えてない状態ですし、これは怖いところです。そうですね、だから山田さんも、はい、泉さんの転牌気配がお察知して、今そうですね、マンズを選ばなかったですね。うん、これは山田からはチーマンも打ち出されない、うん、マンズを打たないからメンツ手にしたってことですよね、山田さんはね。さあ、スッチーマンもここがたくさん、瀬戸熊さんも一応無筋のウッパーさケアしましたね。はい、牧さん選択ですけど、まあ一気にマンズもあるけど、現物のパワーマンから
泉の仕掛けが全体をちょっと苦しめているような形になっています。8万は残り1万山です。皆さん取ってる。どんどん全員が慎重になっていきます。現在泉が転敗。さあこれを仕掛けたのは瀬戸熊です。ポンしてパーソーからかな。ひとまずパーソー、うん、パーソーもね通ってなかったんで、はい、まずは一勝負ですよね。あ山崎さん5万か、どうでしょうか。これは難しいな。目いっぱい、ま、目つって目いっぱいならねウーピンだけど、あなるほど、スーピン版が場に2枚だったんで、はい、裏目のないのを選びましたね。うん、縦になることはないと。2筋はきつい。トン抱えたまま2筋はきついんで、これはここから折りはありますけど、先ほどリャンマンを通しましたが、そうですね、パーソー通したんで嘘も切れると。これはごちゃついてきましたね。そうですね、マンズが多くなってきましたが、数ピン3ピンになりそうですけどね、うんうん、そうですね、これで1色戻りますね。はい、泉は積もれるのか。瀬戸熊は一歩引いた形となりました。お、あトンはさすがに打てないから、これで山脇さんもギブになりそうだけど、ただトンが実際まだ2枚あるんですよね。2枚山か、重なれば順目はどんどん深くなってきています。あ本当だ、あ重なってね、シャーだった。結構安く、最初は1000点、今はちょっと少しだけ上がりましたが、まあ 2,6 ね、2,6 になりましたが、この仕掛けが結構全員の手を歪めて、そうですね、はい、まあね、さっき言ったように、はい、これは1泣き2泣きの判別がつかないパターンだったのが影響します。あでも山田さんだけ粘れてる。さあ3層安感、パーソーはすでに取っています。まあ量吐けるでしょう、はい、売り点含みだけど、ローピンは切れる牌かな。さあローピンが貫通になりました。これは貫、より安全な牌を求める。何を引いてくるか。ヤンピンは通っています。はい、手ですか。すごい、あの表示のところがすごくないですか。なかなか見ないんですけど、缶がね、3回入ったんで、そうですね、これはあんま見ないやつですね。この画面までこんなに上まで侵食してますもんね。さあこれで流局となりました。泉の一人転敗で流局です。最後ね、泉さんドラがいっぱい乗ったんで羽マンまで行ったのかな。違うか、違う人に感じた。そうですね、違う、そうですね。ただ本当に泉の仕掛けがここまで流局にまで追い込んだ部分もありますよね。さあ進みました、トンの2局です。山脇の親番、ドラはウーマンです。あ赤ドラ、このメンツが完成しているのは瀬戸熊です。ただ泉さんが圧倒的に良かったですね、本局は。この後移ります、見てみましょう。さあこれでさらにメンツができた。わこれはこれは圧倒的ですね。今はジャン島がない形ですが、泉が両面両面両面ということになっています。なんちゃの山田は何がと言つ、両面ターツが2つ。これで両面ターツ増えました。3、うん、仕掛けもありそうですね、うん、パーピンで目いっぱいでしょう。はい、さあイーシャンテン。チーマン、これはつもぎり、うん、ドラが出ていく形になってしまう。赤が1枚あるんでね、すんなりテンパればドラ打ち
のリーチになりそうですけどね、うん、そう嬉しいな。これで山田さんも結構勝負手か、はい、あ、これで選択ですね。ままウンソーローソーとかイーマンリャンマもなくはないけど、さあどこを選択するでしょうか。ローソーからか、はい、赤がある分ね、ローソーからになりましたか。さあソーズのダーツを選択しました泉です。ドイツって選択、今1枚切られた白、はい、これ難しいな。チートイツのイーシャンテンでもありますが、ここは3ピン切り、うん、そうですね、3ピン2ピンでチートイのイーシャンテンということもあって、メンツでもまだもちろん見ますけど、はい、一旦チートイのイーシャンテン、瀬戸熊はドラのメンツはあるものの他がまだちょっと苦しいです。あ、これで一通のイーシャンテンだ。どうするかな、一旦シャーか、あ、ドラ打ちましたね、はい、ここで先にドラを打っていきます、うん、あ、これはチートイス決めた形ですね、うん、山木さんはね、両面からローソーを切っていきました、うん、泉がイーシャンテンからなかなか進まぬままです。チートイツのイーシャンテン、あんこができた、あんこ、これはね、はい、スーアンコとかを見たいですか。はい、見たいです。親番なんだね。チートイツ限定だと展開もできないことがあるんで、あんこが1個できるとね、ハクとかは仕掛けてもいいような手格好ですよね。ハク、うんうん、は1枚切れ、うん、3、4トイツで選択だけど、うん、安全策を取りましたか。山田はどうか、3万、なかなか引かない。現在泉、そして山田がイーシャンテン、瀬戸熊さんもイーシャンテンになりましたね。もうパーピン9ピンか、まあちょっとね、ペンチピンがちょっとだけよく見えたので今考えましたけど、はい、選択がありましたが、ここはペンチピンのダーツ払っていきました。残しますか、つもり3個がある、うん、3段目に入って全員イーシャンテンなんですよね、はい、うわ、全然引かないね本当ですね、この形から、こんなに手広い形から進まないなんて苦しい。つもり3個にするかも。リャンピンがね、3枚切れだけど、あ、しかしここはリャンピンにしましたね、しました、はい、まあこれはね、赤も残ってる筋っていうのもありますか。はい、山木さん今白で一歩交代。さあ、リャンウーピン待ちで瀬戸熊からの先制リーチです。山田さん手広くなった。チーピン、あ、これを仕掛けていきました。粘りますね。ポンしていいシャンテン。さあ、粘り強さが山木の魅力。もういいシャンテンからすみませんが、まだ手広い形。どうか、リャンウーピン、リャンウーピンは川に4枚、手配に3枚だからあと1枚かな、1枚なんですね、うん、追いかけられるのか。天敗だ、ドラ打つか、中筋打ちやすかった。さあ、ウーマンドラを切って、これで山明も天敗、親番、数層なら上がれます。いや、泉さん結局天敗れないの、これ。こんなことありますか。本当に手広くて一番こう最初に天敗するかなと思ったんですけれども、ん、山田は何の問いつ落とし。いや、本当に晴れなかったね。さあ、これで流局です。親番の山明もなんとか転敗。さあ、これで瀬戸熊、山明の2人転敗で流局です。山明さんよく粘りましたね、はい、ドラ
ラのウーマンが中筋通しやすかったのもあって、なんとか転廃することができました。トンの2曲、山脇の親番が続きます。ドラは9万です。ただ悪いね。悪いですね。転廃が悪い。ちょっと辛そうです。山脇さんもぼちぼち整ってますか。ワンコパンツでもメンツがあります。ここは言いそうがあんこ。鈴木もさん面白いなこの手は。もういつまでも見えますか。うん、いつかトイトイとかにはしたい。はい。初自身であんこに泉です。ここはトンとチュンがトイツ。トンとチュンはまだ山の中です。ドラの9万も誰の中にもないんですね。確かに。はい。あ、ウーマン来たか。これで普通のシンプルなメンツで選択になっていきそう。はい、ここのメンツ、パーソーちゃんとあの統一固定しましたか。あ、チームは嬉しいね。だいぶもう単葉で自在な形になってきましたね、はい、山田さん。あ、ここが縦に来た。チートイツイシャンテン、一旦いいピン切り、いいピン一枚切れでしたね、はい、あ、山脇さんツモ聞いてるな。ちょっと苦しいかと思いましたが、ね、進んできますね。初あんこになったものの孤立杯やカンちゃんが残っているのは泉です。ピン立ても嬉しい。ちゃんと候補にもなります。あ、これでメンツ手かもしれない。単白だけど、はい、2枚切れの白目いっぱい。瀬戸駒さんはね、やっぱり動かない方が多いから、はい、まあね、もちろん前順のチューンはね、チートイチにシャンテンだったから泣いてないですけど、うん、この瞬間2枚目のチュンとかは動くかもしれないですね。見たい。動くかもですよ。はい、はい。シートイツのイシャンテンだから、あ、そうなんですよね。動かないとは思いますけど。うん、いや、泉が苦しい。山脇はどうでしょうか。4面できた。七八九とか見ない、シンプルに光景を残していきますね、はい、山脇さんは。ベンちゃんのターツを払ってイーペイコープ組。山田さん一応選択か、カウンソーとカンスーピンの選択だけど、うおー6万だってこの選択は。エッパーワンがね、あんまりいいと思ってないってことですね。あ、瀬戸さんドラツモギった。これはあれですね、チートイズよりメンツテってことですね、瀬戸駒さんはね。さあ、前順ローマ。うわ、見事。うわ、そっか、すごい。確かにね、ピンズの方がいいもんね。さあ、これで関数ピン待ち。いや、思ってもこれはできないやつだな。いや、あの連続、あそこからマンズを選択して見事に。だから、まあ、関数、数ピン自体はフォローがまだ効く牌だったからね、うんうんうん、3ピン切ってもね。そうですよね、5、6、6の形で、なかなかマンズは打てないなって思いながらも、選択がバッチリハマっていち早くテンパを入れているのは山田です。山木さんはメンツ手だね。チートイツもあったけど、うわ、これでリーチだ。すごいね。これはすごい。これはすごいよ。高めの数ピンは今ここに来た。ああ、ここが統一なんですね。さあ、スッチーピン、ウーピン、うん、ウーピンはここだって。これは選択したい。はい、急走からウッパーソレアンマンでしょ。ウッパーソー6、9万で勝負か。山脇さんはさあ、ここにチーピンがさらに来ました。これも当たり牌。どんどん泉のところに当たり牌が。
ウーピンはもうすでに山脇にあんこに使われてないね。そうなんですよ ね、チーピンウーピンはね。チーピンも3枚手の中に使われていて残り1枚スーピンもどうか、スーピンが残り2枚、計3枚ですね。変則3面ちゃんでしたが残りは3枚。ただ高めのスーピンもいる。あー、ここに来た。3ピン宣言牌、うん、ちょっと打ちづらいか。下で危ないんだもんね。さあ3段目後半に入っています。数層で1回粘るけど、うん、ちょっと天牌取らなそうだな。泉ちょっと厳しそうですかね。これはね、山脇さんのスーピンが危ない、はい、3ピンの4枚目が出ちゃったので。あ、なるほど。いいスーピンして上がワンチャンスなんですよね。自分自身でね、ウーピンがあんこってるから。これは天牌になった時山脇さんは危ないね。天牌ったら K 点でも打つもん、これ。いや、どうか、これは怖いぞ。あ、トンション、あ、1枚自信できてる。 あ、じゃあ粘るよね。テンパったらスーピン打つ構えだもんね、これね。はい、いや、テンパ入らなければ大丈夫だけど、スーピンだと高め3色になってしまう。あ、チーピンがなくなった。残りスーピンが1枚。あ、テンパ入んなかったね。入らないとこれで9層打てる、ね、1枚ありますよ。違う。さあ、これで流局、流局です。ここは山田の一人天牌で流局。いや、見事な手組でしたね。選択がバッチリすぎますね。本当にね、繋がんなかったですけど、はい、スッパは引いてないですからね。うん、あ、そうですよね。スッパはどころかスッチマンも引いてないんで、こういうのをね、見てほしいですよね。本当なかなかできないですよ。いくら爆強判断ができてても、うん、両面嫌って、はい、ガンちゃん残す、うん、本当にすごいなあ、これは。さあ、しっかりと選んでいった山田の選択がバッチリとハマって最終形、うん、しかもその先にはね、ちゃんと四五郎の最終形、四五郎の3色のね、最終形も見据えてたわけですからね、はい、そんな山田の親番となっています。トーム3曲、3本場、京卓は2本、ドラはチーマン。周りがいいですよ、はい、泉さんがチートイツのイシャンテンでしたか。この親番の山田、こちらの山田さんもいいのか、はい、ここもいいシャンテン。名本チート一直線ですね、うんうん、泉さんは。あ、赤きた、赤きて、いいシャンテン。いや、まあ、一番シンプルなのを選びましたね、瀬戸さんは。はい、うわ、もうくっつきだ。パーピン打ってくっつきか、はい、チーソー打って、はい、まあプラスカンチーピンからの打点も見るやつですね、これは。うん、なるほど。いや、ここはこの親番の山田が先生。あ、カンチーピンだ。しかも見事だね。ダマテンに、まあダマテンでしょうね、これはね。十分ですね。、はい、休めでも7700。あ、瀬戸駒さん、テンパイ、これはどっちか選んでリーチになりそうですけどね。打たない、ハンスピンは未定なんだね。さあ、現在2人天牌、瀬戸熊は役なし。そうか、ちょっとチーピンよく見えたっていうのもあるんだろうな、これも。うん、山田さんの選択はなんかくっつきの方がやっぱりね、ちょっと有利って思っちゃうから、多分パーピン切ってこの天牌拾えてないですね、はい、先ほどと同じようにこうどうしても、うん、ね、後継を作りたいとか手広いっていうのを選んでいくとそうなってしまいますけど、こう山田さんに見えてるものは視野が本当に広いですよね。本当ですよ。現在スッチーマン待ち、これはウッパーマンとスッチーマンだけど大差ないけど、はい、ドラがチーマンだからどうするかっていうのがありますね。変えましたね。変えた。さあ、ウッパーマン待ちになりました。タンヤオイーペイコードラダマテンに構えています。ここで負けた。さあ、ここは瀬戸熊リーチです。町は関数ピン町出ちゃうかも。天杯だよ、数ピンで。ああ出ちゃうわ。これは瀬戸熊の上がりだ。リーチ一発、赤赤、
裏ドラは乗りませんが、これは大きい。マンガン8000は8900の上がり。うん、これよくリーチ踏み切りましたね、ゼロコマさんもね、はい、数ピン1枚出た後でね、気持ち悪いですけど、うん、逆にピンズよしっていうのがもう分かったんでリーチ観光しましたよね。さあ、それがバッチリタイミングが合ってしまって、うん、報酬となってしまったのは泉です。さあ、しかしここの親番でしっかり取り返していきたいところ、トンの4局です。ドラは9ピン、トンが統一、ちょっとまだまだばらつきがある山田。縦の手見ていきたいですね、山田さんは。そうですね。さあ、9ピン、全体的にちょっとまだまだ苦しそうでしょうか。親番の泉はこちらです。ピンチ数は嬉しい。瀬戸熊さんが一番良さそうだな。シャアは直瀬か。これは動いていきやすい手になったね、山脇さんは。はい、シャアとハツどちらも効いている形で統一です。スースを自身で切っています。そんなハツが浮いているのはこちらの山田の手牌です、うん。まあ、山脇さんはタイプ的にも動いてきそうですね。はい、ヤクヤクちゃんだとかを狙っていきたい、うんうんうん、もしくはトイトイか。ドラも1枚ありますもんね。これ選択ですね。1枚リャンソー切れたことでリャンソー打ちの6ブロック、はい、うん、すんなり来ないね、泉さんは。そうですね、差しが見えるけどまだメンツがゼロ。まさにイーシャンテン、はい、進みました。イーシャンテン、現在4トイツ、チートイツのリャンシャンテンです。ちょっと周りの様子を見つつという感じになりますか、山田は。うーん、まあ面つってもまだ捨てきれない配信ですね、これはね。選択ですね。ここでカンパーソー払いってことはピンズの本一まで見てるってことですね。はい、うん、1個やっとメンツができた。9万が1個、両面が埋まりませんね、泉。ウーマン、これでさらに数万から打ってサブロマンタツ決めましたね。はい、あ、これは狙い通りですね。ピンズはドラーカになっています。ヤクヤク本一ドラーカ、羽まんまで見えるようになってきた山脇です。これで両面両面だ、狙い通り。3ピンからかな。他はいらないね。はい、いっぱい来ますね。あ、山田さんは結構受け気味な選択になりましたか。うん、今あんこから1枚全順ね、あのパーピン切ってね、はい、あのドラが9ピンのペンチーピンターツ払いに行ったんですけど、はい、ドラの方は打たなかったですね。山脇がすごいことに、でもドラ重なった。これで何でも動けるね、山脇さんは、はい、打点は十分。うん、山田のところに初があって、山脇が結構本一の皮をしていると。あ、これは仕頃、仕頃変化もあってやめてんですね、杉駒さんは。この山田の初は出づらいか。ああ、そうだ、ね、一瞬出ちゃいましたね。さあ、このローマン、これは瀬戸熊がダマ点にしていました。上がりとなります。ピンズの上がり。さあ、ささっと瀬戸熊が上がって親番を迎えます。いや、山脇大物手だっただけにかわされてしまいました。そうですね、道中いろいろありましたけどね、はい、結局ピンズの寄せに落ち着いたところだったんですけどね。そうですね、山田さんもね、もういち早く受けを選んでた。まあ、チート位置にしたってことですよね、今道中。今、あんこった今切ったやつとかは ね、 そ う、 ね、うん、そうすると、山田は特に初があったりすると出づらくはなってしまいますよ ね、 すね。何の一曲です。瀬戸熊の親番です。ドラは9万、チュンが統一。ここはソースで一メンツ、マンズで一メンツ。ただメンツはありません。両面ターツは多くあるのは親番の瀬戸熊です。
ラブナン統一なんですね、山脇。賛否嬉しい、ニサシーシャンテンの泉さん。ただ瀬戸さんもドラドラになった。これはドラ固定かな。そうですね。はい、1万切ってドラ固定。ドラドラは親番の瀬戸熊です。さあ、しかしすでにイーシャンテン。これはニサシとサシゴ両天秤なのでドラ切りですね。はい、目いっぱい。小野さんはチートイツもある、これで。今木さんローピアンコ嬉しいね、はい、これねなんちゃなんでダブナン生かして仕掛けていくのはありますね。順当に進んでいくおのおのの手配、ちんと決めるなら残したい牌だけど、あ、はい、2枚切れか、2枚切れでした。あ、ウーピン縦だって、一気に縦あるか、ローマンチームある。どうしますか、選択リャンピン、メンツ手だ。なるほど、さ、統一から一つ選んでリャンピンを落としていきます。ランは山田のところに1枚、もう1枚山に1枚いますね、はい、あ、いいピンはいいな、これは残したいかも。そうですね、チートイツ寄りになりますか、瀬戸駒さんは。ヤンピンも序盤に2枚切られている。さあ、チートイツ何が重なるか慎重に選択していきます、瀬戸駒。うん、パーソー1枚切れでしたね、パーソーの方にしました、はい、いいピンが1枚切られた、2枚目も切られた。あ、6番嬉しい、これで何動くね、山脇さん、はい、あ、これで仕掛けた。選択ゴロチが残る分、はい、ウーピンとかもあるけど、そうですね、はい、そう、山脇は仕掛けていいシャンテンです。テンパイ山田さん、リーチかどうか、チューン1切れ、闇手になりそうだな、山田さんは。そう、ここは闇手にした山田、うん、チューンの肩上がりにしましたか、はい。チューンは誰の手の中にもない、川に1枚。瀬戸熊さんテンパった。あー、リーチです。シーソー短期にした。なるほど。自身でスースを切ってるので、そうですね、出上がり効率もいいですね、チーソーだとね。はい、あー、でも嘘ね。いや思わずうわって言っちゃいました。ツモ、赤、ドラは他にないですよね。500戦、ね、ここはあっさり親番瀬戸熊からのリーチと。赤が嬉しいのもあるけど、タイミングが嬉しいですよね。そうですね。うん、受け手だったから、一回もリスクを負わないままね、はい、相撲なのが嬉しいですよね、これはね。いやー、1枚も積もらずに瀬戸熊のリーチはかわされてしまった。さあ、何の2局です、山脇の親番。映画ドイツ、ちょっとまだ苦しいか、マンズで一メンツ、白が重なったところです。親分の山脇はトンガドイツ、うん、赤になりましたね。あ、もうトン出るな、これどうするんだろう、動かない、動かない。仕掛けの多い山脇ですが、ここは1枚目仕掛けず、うん、まだ赤ウソがね、使い切れる形になってないのが大きかったかと思いますね、はい、うん、なるほど。もうちょっと整ってきたり、赤ウソにくっついてきたら、そうですね、そしたら5800からになるんで、うん、仕掛けたと思いますけど、はい、トラはリャンピン、山田も進んでいく、マンズでもメンツができました。泉さんがチートイツイシャンテンですね。また泉は縦に縦に来ている。あ、くっついた。赤ウソにくっつきましたね。より仕掛けやすい形になった。はい。あんこが1個できた。これはちょっと見ますか。数あんこがあるか。はい。今日何回も言っちゃいますね。したいです。シャーが1枚切れ。ペーが山。数万が山。山。ファーソーも山。お、来ましたよこれ。これを一手進んだらちょっと。ざわざわしましょうか。あ、瀬戸熊さんのインシャンテンの選択、ピンフの方にしましたね。はい、白は1枚切れでしたね。まあ、もともと白は動いてなかったんですよね、瀬戸熊さんはね。そうかそうか。山田さんも選択だ。オロチ含みなんだけど、どうするかだけど。6万が1枚切れてたのか。はい、なるほど。で、自身で1枚使っている。ペアンコって
いいシャンテンになりましたよ、泉さん。いやざわざわ、ちょっとざわざわしましょう。全部残ってるやつ。あ、すごい、そっか、全部残ってるんだ。あ、6万裏目だって。山田さんがミスった、ついに。いや、ミスったって、ついに。さすがに2枚見えてて。いや、まあでも、連冠だったからね。あ、そうですね。わかんない。マンズが結構いいからね、今回は。明日はどうする ?2 枚目。渋々か。渋だね、これは。シャーチャーだし。ないですよね。見たすぎましたね、ちょっと。さあ、シャアを仕掛けて天敗です。シャアトイトイ積もれば3項もつきます。そうですね、引けば満貫で一気にトップ目になるんで。何今行きで安牌持つかどうかか。あ、もう形決めましたね、山田さんは。さあ、泉が現在天敗。数万とパーソーのシャンポン待ちです。瀬戸君の重いシャンテン。さあ、これは泉の上がりになります。52ですね。5200。さあ、シャートイトイ、さあ、ここは豊潤になってしまった。山脇も親番流れてしまいました。山脇さんはね、はい、まあ展望もないし最後の親だったんで、まっすぐ効率で打ち抜いた結果ですからね。あ、佐藤さん3面つだって、うん、手が早い。これに追いついていけるか。トンの3曲、あ、失礼しました、ナンの3曲です。山田の親番、ドラは白、ドラが1枚浮いている形。マンズが多い。一色一直線でしょうね。泉はこちら横に伸びていきます。泉さんはまあそうですね、しごろの3色とかがあるんで、トントンっていって高い手にしていきたい。はい、山脇は現在8900点持ち、親番はなくなってしまいました。なんは動けないね、これじゃね。山脇さん、なんとか打点 見る手組にはしたいけど、はい、2枚目どうするかな。動かないか。動かなかったね。むしろ国士なども見てる感じですかね。これでしょ、はい、1,2,3,4,5,6,7,8 種か。まあそうだね、はい。大泉三層、三層か、シンプルに両層か。そうですね、数万から本一をちょっと見る手もありましたかね。あ、なるほど、想像の本一、うん、チートイツか国士ですね、山脇さん、うん、満足きた。さあ、現在トップ目は瀬戸熊ですが、山田泉は僅差。2より5の方が有効性が高いんで、そうですね、これでウーソの方は残して、はい、渡りを見るなら本一ってことにしましたね、泉さんは。そこさん、ジャントができてくっつきになった。さあ、イーシャンテン瀬戸熊、急所動くってことですね、山田さん。ペンサンマンは仕掛けると。ペンサンマンから仕掛けていきました、山田です。マンズの本一へ。うわー、6球満一番嬉しいかも。いやただ闇点と。まあ、これはトップ目ってことがありますよね。なるほど。さらっとライバルの山田の親番は流したい。しかも仕掛けも入っています。さあ、瀬戸熊が現在6球満、高めリーチ行くんじゃないですか。そうですね。面前なら、はい、リーチでいいでしょうってことですね。あ、タイミングバッチリなんだか、みんなこうやって進んでいきます ね、 リーチの瞬間ね。さあ、ピンフツも400、700のつも上がり。さあ、リーチでいきましたが、泉、ここはリーチ棒まで回収されてしまいました。瀬戸熊の上がりです。ただこのオーラス親番、うん、泉残っています。まずまずの張りっぱいですよ。さあ、何の3曲の表示になっていますが、現在オーラス、オーラスになりましたね、はい、はい、泉の親番です。ドラは何、瀬戸熊はこちら。この初はどうですか。上がればトップの特急券ではありますが、ちょっと形が悪いから瀬戸熊さんもともと動かなかったと思います、うん、1枚目は、はい、ただ今ドラの難が来たことで余計動かないに変わりましたね、これは。これですね、はい。さあ、山脇は赤赤あります。赤あるんで、山脇さんも素点回復
寄りに打つとは思いますね。ちょっと2着目までもかなり遠くなってしまった山脇です。倍積も条件か、2着までが。そうなってくるとこの着順を受け入れて最高、なるべくこの手配の中の打点を、ね、最高打点を目指すと。まあ、そうですね、泉さんは最後の親なんでまっすぐ手なり寄りで打つ、うん、山田さんですね。山田さんが目標どこにするかですよね、はい、2000点以上で一応着アップ、2着泉をかわしますね。マンツモからトップが狙える、はい。でそんな山田の手配はこの後移ります。山田さんでも超早い、こちらです、ですね、7、8、9ドラも赤もないから、はい、7、8、9は狙ってではいると。ただどこかで、まあ、折り合いはつけなきゃいけないかもしれない。あ、発言起こった、これは嬉しいな、はあ、あ、山脇先輩です。さあ先制リーチ、うっぱすお待ち。これあれじゃない、羽マンだよね、引くとね。そうですね、メンタンピンツも赤赤これね、3000、6000だと裏裏はまあまあ裏裏とかもあるし、あ、泉さんがね着落ちしちゃうやつなんですよね。うん、あ、でも追っかけた。あ、そっか、着落ちしてしまうのか。そうか、親っかぶりになってしまうってことですね。かけたよ、関連ピン。はい、関連ピン。佐久間さんはそうですね、流派を抜きました。はい、関連ピンはね、山脇さんのヘッドなんだよね、確かね。そうなんですよね。ただ2枚山いる。はい、まだいます。ウッパソはちょっといっぱいありそうですね。1、2、3、4、5、6、あんまりいない。2対2、あ、そうか、手配にかなり持たれてるんですね。2対2、いい勝負。いやー、これはどうなるでしょうか。ただね、これそうだね、羽直はね、はい、山木さんあれだからね、3着にアップするんで、うん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 、泉さんから出ての裏位置だとそれを満たすことになります。あ、でも2品だって、かわいそう、まさかの3枚目の2品を持ってきてしまう。裏位置3900点の上がりです。いや、これはよくリーチ行きましたよ、泉さん。関連ピンで、うん、そうですよね。なかなか行けない、そうですね、2000点差だったんですよ、2着目と。マンガンツモまで、はい、同点2着が残るんで、結構リーチボも出しづらい状況で、うん、でしかも追っかけでね、カンチャンなんで、結構行きづらいけど。力強く行って、行きましたね。しかも山脇がまた2品持ってきてしまうっていうさあ、何の4局1本場です。泉の親番。さあ泉がちゃん引いた。ドラ打ちもあるけど、6万からかも。ドラは飛車、うん、瀬戸熊はこちらの手配、逃げ切りたい瀬戸熊ですが、追ってくる親番の泉です。また赤ありましたね、山脇の手配でした。山田さんはかなり悪かったけど、今白が重なった。はい、無理やり一色にするしかないかもしれないけど、ただどっちの一色か決めづらい。山田ですか。そうですね、この手、総図か満図かどっちにするか。それペン算数入った。ここでドラ切りはあるな。そうですね、これがいいと思いますね、この曲のテーマ的には。はい、さあ目いっぱい泉からドラがいち早く打たれました。まあ、1万9万かな。想図の本一と一通ですね、はい、想図の一通、うんうんうん、もうすでにイーシャンテンの泉です。さんはまた赤だけど、まあ、さっきと同じですか、なるべく装填ってことですね。数層むずい、一旦9万だけど、あ、もう一気に決めた。この辺が山田さんらしいですね。すごいですね。あ、両面変わったよ、泉さん。あ、これはどっち引いてもリーチの構えですね。さあ山田は前順両面ターツ数万から切って、想図の本一で一気に一気に向かっていく。さあこの後継のイーシャンテン、親番の泉、スーピン、これでピンズ、うん、これでイーシャンテン、ウーマン打っとくかシャー打つかですけど、シャーですね、シャーでもいっぱいですね。はい、
やすごい、どんどん引いてくる。マンズここから5枚落とすのかってちょっと考えてたんですけど、一瞬でしたね。山田さんは もっと遠いところからでも寄せますからね。まあ、あの展望状況にももちろん合ってるんでね、今回は。はい、どうか、まだいいシャンテン。こちらもいいシャンテン、ありゃシャンテンか。そして山脇もいいシャンテンなんです。ここで決めます、切って形決めましたね、はい、四五郎の3色があるんだよね、うん、山脇さんはね、両面の形を固定したんですね。泉さんもここで両面両面にした。そろそろなタイミング、皆さん安牌を抱えつつの進行。そもそもいいシャンテン、これは3ピン切りになりそう、はい。うわ、来た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 、全員シャンテンですね。さあ誰がいち早く転敗するのか。 あ来た、よかった、もうしょうがないですね、リーチですねこれは。さあリーチ、山脇から再び先制リーチが入ります。町はスッチーマン、何3枚切られて4枚かけられてますけど、はい、まずまず良さそう。リーチピンフ赤ドラです。んー、山。あ、ピンフはないかな。あ、ん？あ、イソアンコですが、失礼しました。リーチ赤ドラです。あ、テンパった。あ、テンパイ。ここは玉天。今、リャンマンも通ったところ。さあ、リャンウーマン待ちで、親番の泉もテンパイです。現物待ちってことで闇点選択になります。おっと、箱が起こった。これは意外と難しいのか。リャンソーは良さそうだけど、リャンソーしましたね。ワンチャンスだったこともありますね。はい、安全にかつ手広い形になりました。馬さんはフリテン含みだけど、はい、ファーソー急走で単野を、チーピン無筋だね。山田さんはいったー、行きますね。羽直されるとラス落ちか。あ、もう引いた。泉さん引きましたよ。さあここは泉の上がりとなります。ピンフツも700オールの上がり、700は800オール。いやー、またもや泉のリ、あ、山脇のリーチをかわしてこの親番連チャンです。うん、これで泉さんトップ目まで来ます。はい、何度でも食らいつく女牛若丸、それをさらっとかわしていくアイスドール、女の戦い。さあ何の4局に本場です。さあ今度は追う立場になった瀬戸熊です。うん、そうですね、はい。ただ泉さんもまだ、リードが2000点ですか。親かぶりとかでまだ着落ちがあるような状況、うん、はい。しかも3番手の山田さんもマンツモでトップの状況なんで、はあ、傍観してるわけにはいかない局ですよね。全然安心できる、うん、ような点差ではないと。はい、はい、さあ日本馬ドラはチーピンです。ドラドラはこちら親番の泉です。うん、これはもう上がりにはいきますよね、これはね。形もいい、瀬戸熊も広がっていきます。さあこれでソーズのメンツが完成したのは山脇です。一気通貫なども見えるか。こちらは山田の手配です。あ、何が重なった。うん、これは動きやすい配置だし、出たら1枚目からいくと思いますね。はい、山田のところに1枚あります。まだ出ない。そうですね、また泉が点数を重ねるのか。瀬戸熊さんがピンフの両面両面いいシャンテンになりましたね。さあ現在日本馬目いっぱいにしなかった。はい、日本馬なので瀬戸熊は2000は2600、あとは積もるか。 あ
10万だって。おー、十分系。まさかのここが縦になりましたか。ね、ピンフのみつも直に構えるパターンもありますけど、うん、はい、大体リーチになりそうですけどね、瀬戸熊さんはね、はい、どっちが残っても誰からでも OK にするリーチ、出上がりがどこからでもできるようなリーチ。ポンテン取れた、1万2000のポンテンだ。いやー、怖い。イスソ、さあドラドラ赤になっています。イスソ、あ、でもテンパったよ。来た、さあリーチです。これは対決ですね。はい、ウッパッソ対イスソ。ウッパッソが結構目に見えて、この手牌の中にさあ、アッパーソルのかリーチ一発ピンフ。裏ドラは乗らずですが、3900の日本馬。さあここは瀬戸熊が上がった。小さがね、早い分パーソーが選ばれましたね。なるほど、山田さんは。さあ、うん、山田からの補充となって、ここで再び瀬戸熊がトップに上がったことになります。さあ、この笑顔ですね、うん、さあ、82回戦が終了しました。今一度トップから瀬戸熊、2着泉、3着山田、そして4着山脇、以上の並びで82回戦が終了となりました。はい、改めまして81回戦、82回戦と、2つの戦いをお送りしました。藤島さん、いかがだったでしょうか。はい、いやー、スピーディーな感じでしたけど本当にそうなんです。内容は濃かったように思いますね。まず瀬戸熊さん、今日一番ポイント伸ばしたのかな。ソテンの山田さんの方が大きいかもしれないですけど、2着トップ、はい、最初のね、81回戦の方ではね、結構僕なんかが泣くやつは大体泣かないみたいなね腰がやっぱ重いのが、うん、はい、そうですね、そんな中2着拾い切って、うん、で今回もね、少ないやっぱチャンスものにしてトップを取り切りましたよね。そうですね、ですね、毎回本当手配が苦しいところも多々ありましたもんね、はい、その中で。なんかやっぱりこのルールはどっかで手を入れた時にしっかり上がりきるっていうのが一つ大事だなっていうのは思いましたね。僕は結構本当に安い打点で結構参加率は高いけどトップ取れないみたいなことが多いんでちょっとなんでその弱気なコメントするんですか。いや、さすが立ち回りでしたよね。本当にほとんど泣いてないですからね、瀬戸さん、ね、本当ですね、うん、でも行くって決めたところはリーチ車にドラも一発でパーンとこう打ってったりとか、はい、かっこよかったですね、はい。でも今日は山田さんがやっぱりなんだろう、目立ちましたかね、はい、こっちも毎回勉強になるような、印象的だったのは、そうですね、今回の82回戦の方の、はい、上がりこそならなかったですけど、スッチーピンウーピンになったやつですね、はい、高め三色の手組みはなかなか真似できないですよね。マンズの両面払いからね。そうですよね、カンちゃんの方を残してと、はい、そういう選択がピタッと決まって、山田が出ました、ね、来ましたよ。あれ、藤島さん、はい、まだ藤島さんの下2着にいますね。さあ、でもポイント伸ばしてなんと200ポイント超えてきました。山田全体の4位につけました。そして7位には瀬戸熊ポイントを伸ばしました。プラス 163.3 ポイントとなっています。さあ、そして泉、少し点数落ちてしまいましたが、でも今日粘り強かったように見えましたね、泉さんもね、はい、うん、なんとか最後こう連チャンをしたりとか親ワンキープとかもありましたね、はい、22位になりました泉。そして40位、仕掛けも目立ちましたね、山脇マイナス 188.3 ポイントとなってしまいました。山脇さんは厳しい日でしたね、はい、うん。さあ、というようにおのおののこう技が光るような、はい、はい、そんな戦いがたくさん見られたと思います。はい、では本日、このような対局をお送りしてまいりました。次回のフォーカス M シーズン6は83回戦、84回戦の模様をお届けします。メンバーは東条理央、本田智弘、ダンプ大橋、藤島健次郎、以上4名で。僕でした。はい、すみません。僕じゃないと思います。あ、そうかそうか、そうです。はい、最後に残したのにまさかの、はい。さあ、実況は大和、そして解説は広柴田でお送りいたします。皆さん、こちらの対局もぜひぜひ楽しみに。あ、ちょっとじゃあ、はい、その対局に向けて意気込みを、対局に意気込みまだね、フォーカスはまだあるんで、はい、まあ年内ぐらいはあると思いますけどね、はい、まあ、ただね、珍しく上位にいるんで、3位ですもんね、全体の、はい、しかも今聞いたら新 M リーが2人いるわけじゃないですか。そうなんですよ。ここはちょっと先輩としてちょっと張り切っていきたいなと思いますね。はい、皆さん、私もそうですけど、楽しく視聴しましょう、はい、はい。それでは本日も長時間のご視聴誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。